こんばんばはよよろろししししくくおお願願いいまますす今日はですね、はい、村野先生中心にですね、あの失敗しない最初の授業参観、きっとね、楽しい授業のネタなんじゃないかなと思うんですけどあの、ぜひ語っていただきたいと思います。村野先生、よろしくお願いします。ああの語るのを省略するためにこれを用意した <laughs> んですね。<laughs> かつてその失敗しない最初の授業参観っていうので、私が動画の、あ動画に上げている授業の中から9つを選択して、えー、紹介してますので、授業参観前にぜひ見てください。で、まあ、特にですねちょ、何を基本紹介したかちょっと忘れた部分もあるんですけど、<laughs> あの一番間違いないのはその、いい教材を使っちゃうといいんですね。うんあの やっぱり若い先生が授業力だけで授業参加を見せるのが厳しいこともあるじゃないですか。吉田先生は前回お話した通り、はい、やはりある程度習熟しないと、うとってとこでさえうまく授業ができない場合があるというお話もありましたので、まあ、そんな場合はですね、教材を使っちゃうのが一番で、で、私のこの動画の中で、 ダウンロードできるんですけどねあの、漢字ピラミッドという実践があるんですよ、ワークシートが。これはまあどの教室でやっても100%盛り上がるんですね。ただ、盛り上がりすぎて今度は保護者も見ていて、この収集のつかないクラスはどうなってるんだというふうな不安を与える可能性もあるわけですよね。うん、そこがちょっと難しいんですね。でですから1時間のの授業の中で あの、生の部分と動の部分をうまくう組み合わせていって、で、最後は生で終わるようにしないと、なんとなく見ている保護者はね、心配になっちゃうので、で、前回のその動画と組み合わせて考えると、まあ最後にね、水野先生さんがおっしゃったように100人種を入れて、まあちょっと静かに楽しく終わらす、終わる、なんていうのかな、いい感じで終わらせるというような、その、 一時間の授業の組み立てっていうのをそういうふうに生と同で組み合わせることも必要だなと思うんですね。あと、せっかくここにちょっと打ったんで言いますけど、子どもの成長を見せるっていうのが前回お話ししたんですね。したとおりです。子どもたちを鍛えていって、授業参加の時に去年と違う姿を見せるようにする。まあこれは、 あの、震災の先生にはもしかしたら伝えたいかもしれないけども、でも、この間、吉田先生がおっしゃってくださったような方法ならできると思いますね。あと、楽しい授業を見せるというのは、水野先生がおっしゃる通りです。で、その中で、今言った、漢字ピラミッドだとか、ウトテッドこの実践だとか、まあそういうものをやっていけばいいと思うんですね。あと、この3番ですね、この先生の格を見せるっていう、これは <laughs>、あの、ベテランの先生っていうんでしょうかね。あの、先生も楽しく、こう、こ 要するに子どもたちが先生の言うことをよく聞いて、こう授業が進んでいる様子を見せることで、保護者の方も安心されますので、まあ、そういう教師の格というのはまあそういう意味で書いたんですけども、教師らしさというか、ま,あ、まさに統率している姿を見せる授業参加にしていく必要があるということなんですね。はい、あとは、この9本、ぜひ見てください。前回と今回の動画を見て、あの改めて思ったんですけども、ベテランの先生と若い先生の間に、 うんギャップがあるような気がするんですよね。その格を見せるっていう部分もそうですし、教材、楽しい授業、収集つかなくなっちゃうっていうリスクもあるっていうのは、ど,どうしてそうなっちゃうんでしょうね。私たちはどうして統率できるんでしょうかあのね、<laughs> はい、吉田先生。ね、どうして統率できるかって、結局ね、そういう状態、ある程度騒乱状態が作れないと、 そしてそれをコントロールできる力がないと討論って無理なんですよ。ね、やっぱりここで誰の意見を取り上げていくかとかね、えー、どううまく収束していくかっていうことを散々やっていればできるんですけども、おね、やっぱりこれで僕も7人、えー、初任者のね先生を教えてきましたけど、なかなかね1年ぐらいでは無理ですね。でもね2年目になると本当にね、見事なぐらい腕を上げていく先生いますね。 ちなみにね、僕ちょっと紹介させてもらっていいですかはいあの。僕は、僕がいわゆる先生の格を見せようと自分で考えた授業がいくつかあるので、はい。はい。ちょっといきますね、えー。これはね、私も動画にしてるんですけども、世界最高の土器っていう授業なんですけどもね、えー。これは法則化シリーズにあったネタです。こういうネタをたくさん仕入れていて、これいつ使ってやろうか。そして、まあ、これによく似たパターンの授業をいくつもやってるんですよね。 例えばね、日本で世界最古の土器見つかったと思うんだけど、見つかったんだけども、どんな形しててもいると思うあのね、えー、ノートに書いてごらんって言って書かせて、えー、黒板に出てきてこんな風に書かせるんですね。で、これをめぐってね、いやー、どんな形だ、こんな形だって子供たちにわーわー好きに言わせるんですね。こんな取っ手がついてるのおかしいとかね、首が細くなってるなんてできっこないとかって言いながら、今度は親を指名するんですよね。 じゃあお父さんお母さん方に聞いてみようか。一番だと思う人、二番だと思う人って、こういうふうにして組み立ててって、親も巻き込んでっちゃうんですよね。まあこれ様々な展開しながら最終的にはね、実はね、こういう先の尖った剪定時っていう、こういう時でね、時、えー、が世界最高の時なんだけども、これどうやって使ったと思うこれも簡単な絵にしてごらんっていうと、まあ手で握ってる杯だとかね、地面に突き刺すだとかね、こうやって燃やすなんて話が出てきて、 これでまたわーわーわーやって、そして親御さんに意見を聞いてというふうにしてやるような授業なんかもしましたね。こういうネタをたくさん持っていつつかつ様々ままな子供の意見が出てきて、それをうまくね、えー、話し合いとして絡めながら最終的にね、もうこの時代土器、えー、を使っていわゆるスープ類ね、こういうものを作ってたんだということがわかってるんだよというふうに授業に持っていくと。 えこういうのをね、僕は好んでやりましたね。ただね、これはね、やっぱり若い先生見たからできるってもんじゃないっていうことはよくわかりましたね、僕もね。じゃあ経験ですか、やっぱり。一年以上。こういうことをたくさん経験積んでないとイレギュラーに対応できませんよ。うん じゃあこの動画をご覧になっている先生方もあの経験を積んでくださいということで <laughs> だから討論の授業を親に見せたかったらやっぱり親に見せる前に何度も何度も討論の授業に挑戦してできればね他の先生なんかにも見てもらってやった方がいいと思いますね村の先生なんかどうでしたまあでも討論の授業がその4月の最初に段階でうまくいくってことはあんまりないんですよねでも私はさっき前回 けどもそのまあ、指名なし発表だですね、指名なし討論までは行ってないと思うんですよね。発表だったらみんなできるので、で今まで一度も私がああのうちの子が授業参観で発表したのを見たことがないという保護者が非常に多いんですよ。ですから、えー、全員が必ず発表できるような授業というのをそこで仕組むんですかね、まあ、そういう感じでしたね、はいまあ討論。本格的な討論ができるようになるのはやっぱりもうずっと秋以降ですので。 それ以降の授業参観に持ってくるというイメージです。もう若い先生はぜひね、この指名なし発表に、ね、挑戦してみていただきたいですよね。この村野先生の動画見れば、出てきます検索すればあ。出ます、指名なし発表で、はい、赤い3棟のが出てきますので。ぜひ、はい、<laughs> こちらを参考にしていただければと思います。今日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた、うん